新商社は新時代に何を作るのか商社業界研究ライブ 皆さんよろしくお願いいたします。さあ始まりました。消化者業界研究ライブ。早速、噛みました。進行を務めます。ワンキャリアの佐賀でございます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。ます本日はですね、2パートに分けまして、業界を代表する11社の商社の皆さんにお越しいただいて、商社で働くことのリアル、これを徹底的に迫っていきたいと思います。このセッション1では、総合商社は新ビジネスを生み出し続けられる商人なのか、 このテーマに、テーマで6社の皆様と徹底的に対談していきたいと思います。お時間70分と盛りだくさんの番組になっておりますので、ぜひ最後までお楽しみいただければと思います。では、早速ご紹介していきたいと思います。今回はですね、こちらの総合商社6社の皆さんにお越しいただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 ちょっと私から見るとやっぱりなんかひな壇チックになっていてついあのバラエティみたいなトーンを出してしまいがちなんですがもう今日は皆さんの会社の魅力をですね真面目に伝えていくお手伝いができればと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますでは早速なんですがそれぞれどの会社のどなたなのかちょっと簡単に自己紹介いただければと思いますではまず伊藤忠商事の古山さんからお願いできますはいありがとうございますえー、皆さんこんにちは伊藤忠商事の古山と申します えと私は今ですね人事の仕事をさせていただいていて、えー、採用を含むいろいろな仕事をさせていただいているんですけれども、えー、昔はですね営業におりまして10年間営業にいましたでその時にコロンビアだったりとかシンガポールという海外に駐在をしたりしましてキャリアの半分ぐらいは海外で過ごしているという人間です。でトレード事事事業いい見ててて、えー、自分のの中で人事領域の仕事をしてみたいというふうに思うように思なって 自分で希望を出して人事に来て今この場で皆さんとお話をさせていただいているとそんな経歴になります。今日いろいろとねお話しして勝者だったり伊藤忠だったりそして新勝者というところで新しい魅力を含めてお伝えできればなというふうに思ってますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。じゃ続いて住友商事の鈴木さんお願いいたします。はいえっと住友商事の鈴木と申します。今日はよろしくお願いします。 私はですね今エネルギーイノベーションイニシアチブというところでカーボンニュートラルに向けた提案をしているような仕事をやってますで私自身は入社して10年ちょっとぐらいなんですけども海外で大きいことがやりたいと言って商社に入りましてでアフリカとかブラジルでインフラとかをやってきましたでフレームさんと同じくキャリアの半分ぐらい海外にいたかなという感じになってます今日はいろいろお話できればと思ってますのでよろしくお願いしますお願いいたします では、続いて、トヨタ通商の大橋さん、お願いいたします。 はいえー、とトヨタ通商の大橋と申します。本日はよろしくお願いします。えー、と私、今現在年8年目ですね。で、えー、とトヨタ通商の自動車本部の自動車企画部に所属しております。現在は国際協力グループというところで、えー、と日本の、えー、ODA 関連です、ね、の業務に充実して、まあ、主に入札関連であったりとかで、あと本日ご紹介させていただくワクチンプロジェクトを担当しております。と私はあの残念ななががら9年間ずっと日本でで、えー、従事していいいるんですが、まあ、いろいろなあの こういったオーディーを通していろんな国を経験させていただいていてぜひ皆さんにそういったのをお伝えできればなと思いますよろしくお願いしますお願いいたしますでは後ろの後列に移りましてマルベニーの安田さんお願いいたしますはい、えー、皆さんこんにちは、えー、マルベニーの安田と申します、えー、私も今入社10年目でしてえっ、ー、と私はあの入社して一番最初の配属官の人事部で、えー、と採用の仕事をしてましたで採用3年半 経験した後今所属しているまフォレストプロダクツ本部いわゆる紙パルプの営業部の方に移動して今に至っておりますま本日いろいろとお話できればと思っておりますのでよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますでは続いて三井物産の沼沢さんお願いしますはい、三井物産の沼沢と申します今日はよろしくお願いいたします 私は入社10年目になりまして、今人事総務部で採用の仕事をさせていただいてます。学生の皆さんに参加いただけるようなインターンシップの企画をですね、まさにやっている最中というところです。 でえっと、入社当時はですね、えー、営業によりまして5年半ぐらい化学品の部署で、えー、仕事をしてました貿易の仕事をしてましたでざっくり言うと日本のこう技術を海外の人に届けるという,こう昔ながらのこう商社の仕事をとっぷりやらせていただいてでその後、えー、会社の研修制度を使いまして中東のイランという国でペルシャ語の勉強をしてでその言葉を使って現地で働くという経験を積ませていただいた後あのご縁がありまして今採用の仕事をしています。今日はですねあのこのの 6人メンバーで少者のことを好きになってほしいなと思ってますのでよろしくお願いしますよろしくお願いいたします <laughs> 最後は三菱商事の湯沢さんお願いいたしますはいこんにちは、えー、と三菱商事の湯沢と申します えっと私もですね今17年目になるんですけれども今あの人事部の採用チームというところで採用の担当をさせていただいてるんですが実はまだ来たばっかりでしてで私あの入社してから約15年間はですね16年ですねあの金属資源グループというところにおりましてえっ、ー、と最初はコバルトその後はあの長くはアルミのトレーディングの方を携わらせていただいてましたでそのアルミのトレーディングの時にですねあのロンドンに5年間でその後シンガポールに約3年ということでアルミのトレーディングをやった上であの日本に。 兼任してですね。今度あのアルミの投資ということで後ほども紹介させていただきますが、あというのを携わらせていただきました。であのそういったキャリアを積む中でですね、あの特に海外駐在にいるときにあの人事周りのことっていうのは非常にあの大変な部分もあるんですけど、あの面白い面白いというやりがいがある仕事だなということであの希望して人事部に来て今に至るということです。今日はあのいろいろと皆さんとお話をさせていただければと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 以上の6社の皆さんのの社皆さんととですねこの勝者の魅力を徹底的にお届けけしていいればと思いますいやなんか先ほど沼沢さんもこの6社で魅力をというふうなお話があったんですが僕も前職人事やってたんですけれども同業界の人事いたらもう心の中で火花バチバチに燃やして <laughs> 絶対あそこよりいいあの魅力伝えてやろうみたいなふうに思ってたんですがなんか皆さんの中でのこのライバル意識とか。 ぶっ潰してやろうとか、なんかそういう気持ちとかって、<laughs> 実はあったりするんですか。古山さん。<laughs> はい、いいですね。はい、あのー、めちゃくちゃあります。本当は言うべきなのかもしれないんですけど。はい、あんまりなくて。うん,う,んうん、うん、う私はあんまりそういうことを思ってはいなくて、はい、あのー。結構、思ってるのは、あの会社さんの、あの企画いいなとか。う,うちもこれできたら、面白そうだなとかっていうのを思うことがあっても。一担当として、僕自身がすごく、いつも思ってることっていうのは。 結果的には先ほどそれこそ沼澤さんがおっしゃったように、うん、勝者のことを好きになってほしいとか更、まあ、にもっと広く人事全員同列で同列で同じチームでいくともう働くこと好きになってほしいなぐらいの気持ちで学生の皆さんに何かメッセージ届けられたらいいなという,ふうに思っているのであんまりそういう気持ちは持ってなくて。なるほど あのの大きさの違いいが出てしまいましままたね、はい、<laughs> とんでもないこと。です <laughs>、はい、いやこれなんか商社のビジネスモデルとかも実はこう事業規模大きいからこそなんか変に他の商社からパイを取ってやろうみたいなそういう意識が仕事の中でもあんまり向かないみたいなそんな事情とかってあったりするんですか湯沢さんっていうの聞いてみたいですか。愛を取り合うっていうイメージは僕自身はあんまり持ったことはなくて、うん、むしろあの今までやってきた中で他の商社さんと一緒のプロジェクトに携わる どっちかっていうとあの一緒にやってる同士みたいなことを思うこともありますし当然あの同じ業界にいるんであのライバル意識みたいなのあるんですけど先ほども話出てみたいにあこういういいことやってるんだったらうちでもやろうみたいなそういうなんか高め合ってるよううな気ががしまますすね、うん、ありがとうございますあのおそらく6名の皆さんにはすでにあの私の思想の偏りが見えたと思うので <laughs> 今日ですねこういう誤解偏見にまみれた脳みそを持っておりますのでこんな え、これって実際こうなんじゃないですかみたいな、ちょっと踏み込んだ質問もさせていただくので、ぜひリアルな商社の魅力を皆さんに教えていただければと思います。そして皆さんがおそらく新卒で入社をした頃の商社と、今の商社今回新商社というふうにも掲げていますが、結構変わった部分もあると思うので、そういった魅力もぜひ教えていただきたいです。改めてよろしくお願いいたします。はい。では今回なんですが、早速本題に移っていきたいと思うんですが、本セッションのトークテーマをご紹介していきます。それがこちらです。 今回ですね、大きく2つのトークテーマをご用意しております。3つの真実から紐解く総合商社の正体。そして、プロジェクト事例で見る新総合商社。今回ですね、皆様が携わったプロジェクト事例も持ってきていただいております。こういった具体のお話も通して商社の魅力知っていただければと思います。では、早速ですね、1つ目のテーマに入っていきたいと思います。最初のテーマは、3つの真実から紐解く総合商社の正体。こちらに迫っていきたいと思います。 総合商社の正体、えーまあ、かなり壮大なテーマになっているんですが、そもそも総合商社、手がけるものとかそのスケールの大きさからなかなか実態がつかめない、そんな声をよく聞きます。先ほどの6名の皆様の自己紹介でも結構携わっている事業領域も違ったりですとか、それこそ駐在している、あの 海外飛び立った際の国が違ったりですとか、全く部署が違えば同じ会社でもやっている業務が違うというところもあると思うので、この商社の正体、実態に迫るために3つの質問をご準備しております。それがこちらです。1つ目、総合商社の人って結局何してるの仕事がダイナミックって具体的にどういうことなのそして3つ目、これ私も気になりますね。経営とか商売の感覚が身につくってど、ほんと,というところ、これを聞いていきたいと思います。 なので皆さんの過去、現職でどういう経験をしてきたのか、総合商社で働くとは、これを紐解いていきたいと思います。まず一つ目の問いはこちらです。総合商社の人って結局何をしているのまあ、こう見るとですね、ワンキャリアが質問を考えることを放棄したなというふうな、かなりざっくりした質問になっているんですが、まあ、やっぱりこう聞きたくなる,ななるぐらい、業界外の人間からすると、よくわからんなんですね。 トレーディングもあれば、事業投資もやっている。でも、事業投資も、なんかベンチャーキャピタルの投資と、商社の投資って何が違うのっていうところですとか、なんかでかいことやってるのはわかるけど、中の人が。 お一人お一人が何をしているかまでは想像がつかない。こういうところがあると思うので、ぜひ皆さんのトレーディングであれば、具体的に何やってる事業投資であれば、どういうことをやっているのかここの実態に迫っていければと思っております。なんで、いきなりの振りで申し訳ないんですが、まずは三菱商事の湯沢さん。はい、トレーディング投資先支援、事業投資などなど様々なご経験されていると思うんですが、この問い、総合商社の人って結局何をしている湯沢さんならどう答えますかはい、そうですね。あの、本当におっしゃっていただいた通り、あの、 いいろんんなことととをやっているううのが総合者だと思うんですけど特にその中でも産業の設置面積が広いいろんな産業に関わってというのとあとは特にその海外日本のみならず他の国でもいろんなビジネスをやってますとっていう中で、まあ、私の先ほどの私の経験というところで言うとあの自己紹介でも言った通りトレーディングが長いんですけれどもあのトレーディングとあとは私が経験したのは事業投資あと事業支援ということであのトレーディングにおいてではですね私が最初やったのはそのコバルトのトレーディングと。 ということです、あのー、すとかか海外からコバルトを購入しして日本に販売しますとでそれを日本のコバルトを使う化学品メーカーさんだとかいろんな方に、えー、販売しますとで彼はやっぱり需要があって伸びていくのでそこに対していかにこう安定した供給をするというところをトレーディングでやってましたと。でアルミのトレーディングの場合は今度はそれが舞台がロンドンあとはシンガポールになってヨーロッパのマーケットにこうアルミをいかに供給するかということを 携携わわるといいいいいうう意味でのそのトレーディングをってててやらせていただいていましたとで今度はそれが事業投資になった場合には今度はトレーディングをやってたのはですねじゃあその安定した供給ソースを得るために事業投資として三菱商事が出資して出資することによって安定的に買い続けることができるとその結果あのアジアだったりとかヨーロッパに対して安定したアルミの供給ができるっていうような形での事業を展開しているという。ね 今、あの、コバルトからアルミにというふうに、なんか、子もなぎに商材が変わったことをお話しされたと思うんですが、<laughs> いや、 多分業務とかもガラッと変わったりだとかマーケットが違ったりとか必要な知識が違ったりとかそこの転換って結構難易度が高いイメージなんですが実際、ユーザーさんが携わる際はいかがでしたかそうですねあの最初にコバルトをやった時は日本だったのでその当時の先輩ですからオン・ザ・ジョブ・トレーニングみたいなで一緒にやりながら教わることもありますし本を読んで勉強するというのもありますしあとはお客さんと業界にそれこそ長くいらっしゃるお客さんといろいろやり取りをしながら学ぶということもありますと。うん で今度アルミに行った時はですね初めて海外駐在ということで行ってそこで初めてアルミ大佐だったんですけどそうすると現地にプロのトレーダーがいてそれこそもう何十年とやってきたトレーダーからですね英語でやり取りをしながら、うん、自分でも勉強するんですけど是非、はい、教えてくれって言ってでお前分かんないやつが最初は何,何しに来たんだろうかとか言われながらですねでもあの目的は一緒なので、うん、一緒になって三菱商事の取引を伸ばしていこうっていうところの同じ目的がある中でこう教えてくださいっていうことで教わりながらっていうところもありつつっていうので。 あのそういう意味ではあのそういうのを教わる環境っていうのはしっかりあってでその中で自分がこう意欲的になればこうそんななにそのハードルがあるっっていう形ではなかったではかたすね、うん、そこからのまた事業投資への挑戦というところもあったかと思うんですがこれもやっぱり我々からすると例えば日経新聞とか新聞の見出しとかで三菱商事がこの数千億円をどこのことの会社出資みたいな。 こここしかこの文章でしかやっぱり触れる機会がないので中の方々が何に携わってその意思決定が決まるのかみたいなことを想像つきませんしそれ若手で社会人経験一桁の方々がそれやれるのかっていう疑問もあるんですが湯沢さんはどうしてそんんなことがでできたんですかっていうのを知りりたいいですすなるほど <laughs> ありがとうございますその意味で言うと先ほど出てきたそのまず先輩ですね、うん、周り自分一人で当然やるわけではなくて、うん、入ってから本当にびっくりしましたし部署変わるたびに思うのは自分一人でやるというよりはチームでやる。 というところがやっぱりすごくく大きくてあの当然営業のグループもそうですし私が今いるコーポレートっていうところでも同じ事業投資をする中でもじゃあお金の面でどうやってお金を集めてくるかあとはどんなリスクがあるかみたいなところはそれぞれのエキスパートがいてですね、うん、いろんなそのプロジェクトを進めていく時にはそこといろいろ相談したりアイデアをもらったりっていうようなところでこうチームでやっていくっていうところがあるので決してその自分一人でも頑張るんですけれども、うん、あの周りと一緒になってチームでやっていくっていうところが大きいかなと。 なるほど。社内の中に、あらゆるこうエキスパート専門家の方々がいらっしゃるからこそ、成し遂げられる規模の大きさというところもあるんですね。ありがとうございます。では続いて、住友商事の鈴木さん。ぜひ鈴木さんも、なんかこれまで、どんなご経験されてきたのか。この辺りから、この結局、何をしているの、この問いに、ぜひお答えいただきたいです。<laughs> はい。はい、はい。ちょっと、ザーさんのご回答が、もう、ものすごく、ちゃんと、しっかりされてた。お互いプレッシャーかかりますよね <laughs>。そうですね。<laughs> 感じてるんですけども、うん、私自身が、まあ、商社って思って。 と回答としてはまあその国のこうエキスパートといいますかあのパイオニアとなって大きなプロジェクトを作り上げていくっていうのがまあ商社がやっていることかなというふうに思ってまして、まあ、私個人としては、えっとまあ、5年目ぐらいの時にモザンビークに駐在になりましてでそこでえっと発電所の建設案件というのをまあやらさせていただきましたと。で発電所っ,て言ってもまあ本当に 数十億とかじゃ数百億とかかそういうい話になってくるのでつモザンビークっていうまあ新興国の国だとまあお金もないってなるとじゃあお金をどこから持ってくるのか、まあ、それはじゃあ日本政府の、えっと、円借款ですよねとか、うん、あとじゃあ建設するにあたってじゃあどういうあの建設内容にするのかとかあとじゃあ現地で実際作るってなった時にどういったスキルがある労働者の方がいるとか、うんうん、どういうライセンスが必要なんだとかそういったところってこう。 まあ新興国ということもあって誰も知らないというのをまた我々自身があのまあパイオニアとなっていろんなところにこう調べに行ってえいろんなカウンターパートの方のこう意見とかをまとめながらプロジェクトを作っていくまあそれがまあ我々の役割でもあったしまあ醍醐味なのかこれもうそもそもその海外にモザンビークに 発電所を作りましょうとなった時にどこから手をつけていいのか全然なんか想像がつかないんですがなんかそこの部分鈴木さんが携われたのって何らかのそれこそユーザーさんの言葉から言うとあのエキスパートスペシャリティがあったからなのかどういうふうにそこのプロジェクトには携わることができたんでしょうか。<laughs> そうですね、あのー、おっしゃる通りまああのー 弊社としては多分どこの商社さんもそうなんですけどもやはりまあグローバルにネットワークを持っていてで過去からこういろんな国でこういうプロジェクトやってたらじゃあその時はこういうふうにうまくいったからじゃあ次の国でもこう横展開できないかとか、まあ、いろんな知見がたまってますということとあと、まあ、そのお金を貸してくれそうなあの銀行さんとか、まあ、日本政府とかそういったところともまあコネクションがありますという、まあ、そのリレーションシップを作って。 使いなながらあのプロジェクトを作っていくところなので当然あの個人としてはその一員でしかないんですけれどもやはりそのネットワークと知見に乗っかれるというのはすごく大きくてでさらに割とまああと若いうちからこうもう何ていうかどんどん打ち合わせに出してもらってどんどん発言しちゃいなよみたいなところがあるのでそういういう周りに助けられながら成長していくという感じでやったかなと思いますありがとうございます。 鈴木さんがその5年次でその業務に携わることができたのは住友商事さんの中でも結構珍しいことなのかそれともまあ全然同期にもこういった案件回している人いますよという商社では別に珍しくないことなのかうどううでしょうかそんなに珍しくはないのかなと思ってまして、うん、私自身もよく学生さんの方から、まあ、女性でこうアフリカで若いうちにってあんまり少ないんじゃないですかって言われるんですけども、うん、周り見ても結構アフリカ駐在の女性社員が結構何人かいてですね。うん でまあ、若いうちからあの経験積ませろっていう感じの考えを持ってるあの先輩社員の方も多いので、まあ、私自身はすごい希望して海外に出たっていうのあるんですけどもほか、まあ、にもそういう人がいて、まあ、特に希望すればもう全然できるっていう環境があるのかなと思ってます。 泥臭さとか、でもその裏にあるやりがいとか、<laughs> そういう魅力もあるんじゃないかなと思うんですが、ぜひそちらも何かあれば教えていただけますかそうですね。うん、本当に、あの、泥臭さの、なんだろう、もう塊みたいな <laughs>、はい、毎日本当に、全然、どういう法律があって、じゃあどういう税金があって、どういう許認可取らなきゃいけないとかっていうのも、もう関連省庁に行って、その担当者の方に直接会って聞いたりとかっていうのを、日々、地道にやってたので、本当にその、 泥臭さっていうのは毎日感じてたんですけども一方でまあその発電所ができた時にですね、まあ、観光式に行かせてもらってそこでこうやっぱりその新興国の何ですかねにとってはすごい大きな発電所なので、はい、もう国中からなんかいろんな方が来られててでそういった方々から直接よくやってくれたとこれでその電力事情が改善する本当にありがとうって直接言っていただいたっていうのはもう本当にかけがえのないというか貢献を感じた瞬間だったかなというふうに思って ありがとうございます。すでにですね、出てくるキーワードの本当に規模の大きさで、<laughs> 勝者のダイナミックさも感じているんですが、その流れで聞いてみたいのがこの次の問いですね。二つ目の問いがこちら。仕事がダイナミックって具体的にどういうこと もう既にお二人の話で大体ダイナミックさもつかみ始めているところではあるんですが多分まだまだ商社のビジネスのダイナミックさ例えば扱う金額だったり関係人口だったりはたまたこう地球規模の課題解決だったりだとかたくさんエピソードを眠っていると思うのでぜひ他の皆様にもお話をお伺いさせていただければと思いますじゃ続いて伊藤樹商事の古山さんはい、はい、このダイナミックさについて教えていただきたいです,です、ね、いや今 来るかなととちょっと思っ思ていたんダイナミックって何だろうなって思ってたんですけどまあ今まさにおっしゃっていただいたところのまあ関係している人数の多さとかあと金額規模っていうところでいくと私あの3年目から頭からコロンビアに駐在させていただいたんですけど当時そのコロンビアに駐在した時にその自分たちの手がけていたプロジェクトっていうのがだいたい まあ千何百億円と、はい、もう正直で私には全然その金額規模っていうのが全く分からなかったんですけれどもなんかだん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 それを実感するようになってきたタイミングっていうのがあのやっぱりその関係している人数を知った時かなというふうに思っていて自分たちの手がけているプロジェクトだけであの5,000人ぐらいの人間を雇用していたんですねでそれ全員ジバのコロンビアで雇っていたんですけれども。 それに関連した関連会社とかも広げていくと何万っていう人数になっていて、うん、そのさらに家族ってなると何,何十万人みたいな世界になっていっていたのでこう自分たちがやっているプロジェクトがそれだけの人数をコロンビアっていう国で支えてるんだなっていうのを感じるのは結構ダイナミズムの一つではあったなというふうに思いますね。 何か生活をより良くするものになったりだとか、そういった大きさはあるんですね。そうですね。それも一つ気になったのが、三年目で駐在って早すぎませんか？あの多分日本が合わなかったんだと思うんですけど。<laughs> どういうことでしょうか, <laughs> かあの？上司の人になかなか好いてもらえなかったとか。いやいやいや。初犯の事情はあったんだと思うんですけども、<laughs> はい、僕自身はえっとまあ海外に行きたいっていうのはすごく、うん、あの就職活動時代から思っていましたし、うん、え自分自身が海外に出れる。 ために何ができるかなっていうのはいろいろ考えてましたけどやっぱり皆さんにお伝えすることなのかなと思って行きたいっていうアピールはしてましたけれども、まあ、正直に申し上げてまさかまさか自分が3年目の頭から行くことは全く思っていなかったので、はい、早かっったなとは思ってます結構僕の,なんかあのネット上で調べた知識だけなんですがだ、はいたい8年目とか,なんかそれぐらいが基準なのかって思ってるんですが。あそうですねあの色々と これが正解っていうものが存在してるわけでは必ずしもないと思うんですけど、例えばうちの会社の場合だと、8年目までに必ず海外に出ますっていうようなことは言っていて、ほとんどの社員がその、ういう形で出ていくので、まあ、一番早いと2年目の終わりとか3年目ぐらいなんですけれども、大体いいみんなこう、一つの仕事をなんとなく終えたぐらいになる、まあ4年目の終わりとか5年目ぐらいから、 徐々にに海外に出て,いくっていう感じになのでもう本当になってなんですか、ね、同期全員が再び日本に揃うことはいつあるんだろうかみたいな <laughs>、はい、常にこう誰かが行って誰かがいないみたいな状態で<ー>もうみんなが世界中に散らばってるっていう感じになります、ね、そのコロンビアの後にまたシンガポールというものがあったと思うんですが、はい、これ国が変わるとビジネスの進め方だったりだとかその味わうやりがいだったりとか何かそういうところも違ってきたりするんでしょうか そうですねあの私の場合はコロンビアっていう、まあ、ちょっと申し訳ない方すると発展途上国に近い国から、うん、シンガポールってすごい先進国に変わったことも大きかったですしコロンビアってもともと、まあ、当時私が行った頃で日本人って5 6 0 0人とかしかいなくて人口4800万人いるのに、うん、1000、まあ、人弱ぐらいしか日本人がいないとなるともう本当にコロンビア人の皆さんって私を初めて見る日本人みたいな感じで見てくださるので,ですごくなんていうんですかねそういう意味で自分の。 一挙手一投足じゃないんですけれどもがこの国における日本人のプレゼンスに影響を与えるなみたいなそういう感覚を持つことはありましたけどシンガポールに行くと、まあ、人口500万人や5万人も日本人がいるとやっぱりみんな日本知ってるし行っ、うん、たことあるしみたいなのもあってあまりそういう感覚はなくてすごく生活はしやすい一方でこう自分の一個一個の行動が何かになんか鏡写しになってるなというふうに思うことはなかったですね。 で、まあ、国が変わってというよりも、私の場合はビジネスが変わったんですけれども、もともと事業投資をコロンビアでやったのに対して、トレードをシンガポールでやるようになったので、その変化が一番大きかったんですが、あの、事業投資をコロンビアでやった時は、やっぱり自分たちのプロジェクトを、のファンを増やしたいと。うん、ファンになってくれる、味方になってくれる人を増やしたかったので、そういう、 意識ですごくやっていていコロンビアにいる大臣だったりとか、まあ、隣の国のパナマの運河町の長官だったりとかそういう人たちと話をするなんかこうそういうダイナミズムがあったんですけど今度はトレードになると、はい、こうファンを増やすというよりも、まあ、こう自分が話せる仲間とか味方を増やすという方がもっと感覚としては強くなっていって。 こう一番東はニュージーランドから、うん、こう一番にあの西っていうんですかねこの場西になるんですけども、はい、はカナダとかアメリカとかそれこそコロンビアチリみたいなそういう国のいろんな人とこうネットワーキングをしてなんか時差としてはもうほとんど毎日全員誰かがお誰かが常に自分の,、うん、あのアクティブアワーで起きてるみたいなところで仕事をするみたいになっていってそういうなんか時間軸のダイナミズムみたいなのはすごいトレードの時には感じましたね。す、うん、すごいいです、ね、一,つ一言にこうダイナミックと言ってもそそれこそあの 自分、そのコロンビアの原始の方々にとっては、自分こそが日本人なんだっていう、その国を代表するだったりですか、事業としての影響力の大きさですとか、関わってる人の国の多様性だったりとか、そういったいろいろなダイナミズムがあるんですね。はい。ありがとうございます。す大変勉強になります。続いて、三井物産の沼澤さん、こちらのダイナミックスはぜひ教えていただきたいです。はい。そうですね。えっと、福山さんがすごく、あの、いいダイナミズムをご紹介していたので、<laughs> どんどん取られていきますよね、<laughs> 皆さんも。<laughs> えっと、はい、ちょっと視点を変えて、はい、その、まあ、商社の仕事、何ですかってさっき質問あったんですけども、はい、まあ、いろんな例えありますけど、えっと、ここでその、例えば、流れを作るとか、水流を作るみたいなことを、例え話してげたときに、僕はトレードの、あの、トレーディングの経験をすごくしてたので、その、できた水流にたくさん物を流して、お客さんのもとに届けるみたいなものが、一つ、あの、例え、 の使い方としてあると思うんですけれども、このもうちょっと商者の仕事を広く捉えたときに、流れを作るっていうことは、どっかに水脈があって、その水を必要としている人がどっかにあるっていうことだと思っていて、そのをつなげることで、それをつなげる手段がトレーディングかもしれないですし、この事業投資をして、鉱山を例えば作ってとか、工場を作って、それをこの届ける物流網を整えていくみたいなものなんだと思っています。で、 えっと、ダイナミズムの話に戻りますと、商社の仕事がダイナミックっていうのは、この、えっと、関われる業界が幅広いとか、地域が幅広いっていうのもあると思うんですけれども、水流の、この、生まれるところから、届けられる必要なところまで全部に、えっと、またがって届ける、あの、仕事を提供することができ、かつ、そこで、えっと、流れに、流れの高さによっては、商品が変わるかもしれないですけれども、そこを、商品が変わったとしても、自分のお客さんが必要としている商品であれば、 他の隣の部署と協力して、えっと、ソリューションを提供するって、そういうソリューションのダイナミズムっていうのも、あの、総合商社の面白いところなのかなっていうふうに思ってます。なるほどですね。すごい、こう、マクロに引いたところに見ると、 この国からこの商材をここに持ってくるみたいな、なんかその結論だけ言うとすごいシンプルなんですが、その過程がすごく複雑で作っていくことがその仕事の難しさ、複雑さっていうところはあるんですよね。これ、なかなかそのトレーディングの一つのその流れを作るっていう工程が全く想像つかないんですが、うん、ですしなんか、商社の皆様もすでに例えば他部署が持っているコネクションだったりだとか、それを一部こうシナジーとして使える側面もあったりするんで、あ,あったりするイメージがあるので、なんか、 もうじゃあこの会社使ってこの商品をここから持ってくる以上みたいなシンプルさで働いてるのかなっていう偏見もあったんですよそんな簡単なわけじゃないっていうところですよねきっと,あ、えっと。仕事によってはでもそういうふうな捉えられ方をする仕事ももちろんあると思うんですけれども、うん、トレーディング僕いつも5つぐらいにこうステップ分けて学生さんに説明してるんですけど今回ちょっと管理が3つご説明すると 1>,、うん、1つは、えっと、仕事をデザインするというか例えば僕が入社した時化学品の仕事をしてたんですけれども化学品ってもともと石油からできるものなんですけどそれがこのシェール ガスっていうアメリカでたくさん出てくる天然ガスから作られるとかあとは中国の石炭から作られるみたいな技術が出てきた時に今まで原油からできてくる石化学品を扱ってたけどこれから必要になるものってどっちなの、うん、で、これを、えっと、化学品の時にどういうお客さんが求めるのかみたいなこの大きな絵をこう描いていくっていうところが実際に僕がやってた仕事ですしこの一番初めの。 そこに来る仕事ななのかなと思います2つ目はもうこれはの想像通りで商社は誰かどなたかから買わせていただき売らせていただくっていう仕事なのでじゃあ売りたい人たちがなぜ直接じゃなくて商社を介して売るその理由を考えるもしくは逆に買う理由を 考えるっていうのが二つ目の、まあ、セールスマーケティングだったりだとか、うん、えっと、調達のところに関わる仕事なのかと思ってます。で、最後のところは、よりちょっと泥臭い仕事になっちゃうかなって思うんですけれども、買って、えっと、売る。それだけだと、もうなんかアマゾンでいいじゃんみたいな、うん、感じだと思うんですけども、<laughs> それをこう物流を最適化するだったりだとか、どっかに物流拠点を設けて、オペレーションを効率化することによって収益をどんどん高めていく。そういうオペレーションの部分だったり、 ちょっとお金を使って投資をしていってみたいな、この事業投資につなげるっていうところが3つ目に来るのかなっていうふうに思うんですけども、そのどこも、あの、一つの仕事を切り出してしまうと、なんか誰でもできるんじゃないみたいになるんですけど、うん、ここの全部を把握してるからこそ、商社のこの価値の,あの提供の仕方っていうのがハ幅ストが出て面白いのかなっていうふうに思います。なるほど。これ、1人の、それこそ沼沢さんですとか、あの ふ山やまさんですとか、一人の方が携わるのって、そのプロジェクトの期間に全部を経験することになるのか、それともこう、あのプロジェクトの期間が長ければ、この1から2までみたいな限定的になったりするのか、これはどちらもあり得るっていう解釈で良いんでしょうかどちらもあり得ると思います。えっと、私の場合は、えっと、同じ部署にいながら、ちょっと上流のと一番初めのデザインの部分をやりながら、 この、えっと、セーシマーケティングとか、売る部分、真ん中の部分をやってるってこともあったんですけども、ちょっと商材が違ったりとか、国が違ったりっていうのがあったので、このフェーズに分けた時には、一つ目、二つ目は同時進行でやってたんですけれども、残念ながら、えっと、一つのプロジェクトを全部っていうのは、あの、そんなにこの、えっと、在留期間が長くなかったので、なくてですね、ただ、もう少し年次が違ってくると、えっと、経験をしたこともありますし、一つのプロジェクトの全部を手掛けるってことも、キャリアの中ではあるかなと思うので、そういうこの、 まだ経験しないことへのワクワク感みたいなところも、商社のキャリアの面白さかなって思います。うん、ありがとうございます。今あの普段は五つのものをシンプルに三つにしていただいたと思うんですが、ちょっと私の耳元にですね、学生から五つバージョンも聞けという声が聞こえてまいりまして、<laughs> これは何かあのどこかの工程がもうちょっと細かくなるっていうことなんその？そうですね。あの二つ目と三つ目を <laughs> もう少しブレイクダウンしてご説明するっていうことであの売るとか買うもうあの多分トレーディングやられたかことがある方は分かると思います。うん、そその中にもすごくいろんなあのチップスが あるので、この売るとは何か買うとは何かというところを二つ目で分けて説明するっていうのと、三つ目はオペレーションを。うん えっと、最大化させるっていう、えっと、効率化させるっていうところともっとこの枠空間から外れた仕事を展開していく事業投資につながるっていうところをあの3つ目のところを2つに分けてご説明しているっていう感じですかね。これ人によってどの工程が面白いとか僕はここが好きとか僕はここのスペシャリストみたいな方がいたりするんですか、はい、古山さん何んかうなずいてらっしゃいますが。 商売作るところまでが上手い人と、その後のトラブル解決するのが上手い人と。はあ、なかったアイデア作るのが上手い人と、いろいろいるので、チームがやっぱそれに適したメンバー構成だと。より良いなっていうのは。あの、すごく嫌な質問を聞くんですが、湯沢さん、あの、これって、どこかが花形とか、そういう。なんかものが <laughs> あったりするんですか。<laughs> あ、今のプロセスの中で、どこが花形っていうのはないと思、ねはいます。ただ、逆に今の話聞いてて、おっしゃる通りだなと思っていたのは。僕もじゃあ、最初入った時に。はい あのこういうことやりたいって思って入ってじゃあそのプロセスの中で例えばこう売る部分お客さんと会う部分が好きだって思ってこうやってたけどあの実際に他の部分もやってみたらとかあとは上司とかと話してたらこういうのもやってみたらって言われて携わってみたらあ意外とこれも あ、うん、会うとか好きだったかっていうのが発見できたなっていうのは。あの今の話聞いてて、あ、そういえば、そういうことあったなって思いました。なるほど、なんか、それこそこう、商社に入る前に新規事業に携わるっていうところいくと。なんか、一とかのイメージ、一番最初の見つけてくるっていうところのイメージが強いんですが。でも、そこで終わったら、まだ事業は成り立っていなくて、二とか三の部分に携わって、ようやく事業が出来上がる。そういう解釈で、沼澤さん、良いんでしょうか。いや、うん、まさにそうだと思います。あのフェーズによって、必要なこのハードスキルだったりだとか、まあ、経験値って違ってくると。 思いますしあの新人で入ったこう学生は僕もそうだったんですけれども新しいことをやりたいっていうのでこの、まあ、5つのフェーズどこに行っても新しい取り組みっていうのはできるのでそこをやるっていうのもありだと思うんですけれどもただ、えっと、初めからこの一番初めのデザインの部分ができなくてもこの後の工程に、えっと、続く経験をしているとこの,このデザインってどういうふうに最終的にお客さんのところにつながっていくんだっけっていうことが分かるので。あの やりたくてもこうキャリアはつながってるというふうに考えるとするとあの無駄にはならならいい経験だと思います、ね、じゃあキャリアが進めば進むほどあの時のあれはここにつながってるのかっていうなんかどんどんキャリアを重ねていけばいくほどこうできることっていうのが増えていく、うん、で本当にあの個,人個人としても会社としてもできることが増えていくっていうのがあのダイナミズムなんじゃないかなと僕は考えてます。 あの、私もワンケアライブ関わって3年目なんですけども、毎回勝者の皆さんとこうライブをやるたびに新しい発見があるので、本当 <laughs> 面白いです。本当奥深いビジネスですね。ありがとうございます。では、3つ目の真実に迫る問いに移っていければと思います。それがこちらです。経営や商売の感覚が身につくて。本当、こちらについて迫っていきたいと思います。やっぱり各勝者の皆様の、それこそ新卒採用ページだったりですとか、あとはライブを見ていても、やっぱり経営人材を育てる。 商売がができるるる方育ててこれれすすごく重視さいいらっしゃるなという印象がありますただ、やっぱりこう、先ほどのお話を聞いている際にトレーディングだったりですとか事業投資という中で、具体的にどんなことをやっているからこそ、この経営商売というスキルが身についていくのか、そのスキルの正体とは何なのか、この分 そううのをです、ね、実際の業務から背景からちょっと聞いていきたいなというふうに思っております。では最初、丸紅の安田さんお待たせいたしました。はい、もう結構皆さんもいろんな話をしてしまっているので、<laughs> どんどんエピソード取られていると思うんですが、すね、こ,この、はい、経営、商売の感覚身につくて本当なのかどうかこちら教えていただきたいです。はい。えー、っと、まあ答えで言うと多分イエスになると思いますと。うん、で、ただこの経営や商売の感覚っていうものが何かっていう、こう捉え方によって多分回答は変わってくるのかなと思うんですけど、はい まあ私個人の考えとして思うのは、まあ、この経営や商売の感覚ってこう不測の事態に対して柔軟にそして最適な会を見つけて対応していくことだと思ってますと。でやっぱりその商売日頃していて、まあ、これトレーディングでもそうですし事業投資でもそうですしで事業経営においてもそうなんですけどあのほとんど当初思ってたこと通りに進むことってほぼないと。 1 0 0こう仮説立ってたら、まあ、3つあ当たるぐらいかなと、うん、まあ大体はですね外してで何かトラブルが起きてでその都度その都度それに対して、えー、柔軟に対応してでじゃあどの選択肢が一番このリカバリーとしては正しいんだっけと、うん、っていうのを見つけ出して対応していくとでその感覚っていうものは、まあ、そのスキルかそのスキルっていうものを身につけるには、うん、やっぱり実際にそういうトラブルとか、まあ、不測の事態に直面する場数を積み続けること。 これが大事だなと。でそういった機会は、えー、商社において、まあ、あらゆる商社の業務においてあの機会っていうのはたくさんあるのかなと、まあ、その点ではこの経営や商売の感覚って身につきますかということについては、まあ、イエスかなと。 持ってまさ、うん、しくこの安田さんのご経験を見ていてもトレーディングから事業会社の執行新規事業立ち上げというふうにいろんなご経験されてらっしゃる印象があるんですがこの広がってしまった結果なんかその深さといったものが取りづらくなってその不測の事態の対応力といったものがなかなかみたいなことってなあったりしないんですかむしろこれは広いからこそそれができるっていう話なんでしょうか,なんか一見見広くええるるんんですけどど、はい、ほととと個人的には全部つながっっっていててて、はい思、まあ、新規事業と例えばトレーディングって独立した、はい そうではなくて、うん、まあ私も後ほどちょっと。 説明させていただくんですけど、はい、あの私がやってる新規事業っていうのはむしろトレードの延長線上で、あのー、出来上がったものだったりするので、まあ、そのあまりこう広くやったからこう深さが浅いかっていうと、まあ、そうでもないのかなと思いますし、まあ、そのトラブルに対するとか,なんかこう不測の事態に対応する対応力っていう観点でいくとあの多分ほとんどどの業務やってても皆さんそうだと思うんですけど必ずトラブルあるんで、まあ、そのトラブルに対応する対応力っていう観点でいえば、まあ、あのどれも変わらないかなと。 なんか勝手にこの商売の感覚イコール私にとってなんて言うんでしょうかビジネスチャンスを見つけ出す嗅覚みたいな感覚で持っていたんですがなんかそれだけに限らない、まあ、いろんなものあるっていうことなんですかね、うん、そうだと思いますあのその商売のこう何か種を見つけてくる嗅覚とか、うん、まあそれはもちろんその商売の感覚っていうことだと思いますしそれが身につく環境って商社ありますかって言うと多分それもイエスだと思いまうんすただ私の感じる商社で一番こう自分自身が実体験として こう身につけられてきたなっていう感覚ってやっぱりこういう不測の事態トラブルに対してそれを柔軟に、まあ、受け入れてまずでその中で何が最適な回なんだっけというのをまあ見つけて、まあ、これも一つの嗅覚かもしれないですけどそれをしっかりと遂行していくリカバリーしていくって、まあ、ここが本当にこの勝者においては身につくスキルの一つかなと思います。 いや先ほどですね、不足の事態に対応ですとか、線に3つっていうところで,ですね、皆さんがこう首を縦に振っていたんですね。そうそうという形で。ただもしかすると、これを見ている学生の方からすると、いや、勝者って動かすお金の金額が大きいし、会社としてもすごくそれこそ関わる会社だったりとか、関係人口が多いんで、それ不足の事態起こっちゃダメでしょと。それを成功率上げるために、めちゃくちゃ事前調査に時間かけて、よし行けるとなってから動き出すんじゃないのっていう、 イメージを持ってらっていらしゃるる方もいると思うんですよ。ただ皆様のお話聞いてるとそこに時間かけるよりもまずは実行なんかそこを重視されてるようなギャップを感じたんでこれって実際どうなんでしょうかというふうに聞いてみま,すまあその何の事業ってその事業の形態によっても当然変わりますしあ、はい、まあその日頃のこうトレーディングと事業投資においてはやっぱりそのリスクに対する事前のまあ 調査みたいなところのかける時間っていうのも変わってきますし、うん、まあそのケースバイケースなんですけどあの必ずしも別に何でもかんでもやってみて、はい、で失敗して学べばいいって、まあ、それも一つの考え方あると思うんですけど当然最低限の事前のリスクの調査、うん、どうやったら最適なもの、うん、最適な回なんだっけっていうのを考えた上でやるんですけどまあ線3つの通り、はい、あり考えても考えても大体外します大体トラブルが起きます、ね <laughs> はい、でそれに対それにこうクイックに対応して、うん、で改善していくと、まあ、この積み重ね うん、まあこれが本当に商売かなと思って、ね、鈴木さんもうなずいてらっしゃいましたが常識通じないですよね <laughs> その現地に行った際とかは。<laughs> そうです、ねあのーまあ、我々の常識が向こうにとって非常識っていうのもあると思いますし、うん、まあそこの違いがなんかおかしいとかではなくてやっぱお互いリスペクトすべきだと思うんで、うん、じゃあ、あのー、何かが起きてしまった時にどうするのかって、うん、まあ私自身の経験だと例えばその発電所の建設であのー でっかいこうクレーンを隣の国からずっとこう運んでくるんですけど、まあ、そこの通関がまあなかなか通らないとかですねやっぱそれが通らないともうどんどんスケジュール遅れていっちゃうので追加コストが発生しちゃうとかってなるとそこ我々ピクピクってなるんですけどもそういうのとか <laughs> なんか起きないようにしてても起きちゃうみたいなのがあるんでんじゃあそうなった時にどうしようって。 っていうのに、まあ我々もファンクションがあると思っていて、例えばまあできる限り、あの、そういった不足の事態に対応できるように、あの、そういったこう通関とかやる会社さんとかとネットワークを広げとくとかですね、うん、あと、こういった対応に強い業者さんがいるとかですね、やっぱそういった情報とか関係性とかを、まあ、事前に持っとくと、 うん、そトラブルに対応する選択肢が出てくるので、うん、まあそれでこう日々、ひひいながら対応していくっていう感じでやっ安田さん、聞きたいのがあの私こう、視聴者の方々のこう失敗エピソードとかこんなことが起こりましたってこと聞いてると自分だったらもう出社したくなくなるなというような <laughs> 正直、私から見て皆さんがちょっとメンタルがいかれてると言いますかちょっとすごいものをお持ちだなというふうふに思うんですがこれってなんか勝手にそういう,ちなんかこう強さが身についていったのかそれとも、 い,があるかいあのなんかちょっと多分もしかしたらあの、はい、話をお聞きになられるだけだと、まあ、そういったこうなんかしんどそうだなとか思われるかもしれないですけど、うん、多分あのこれ別に商社に限らずだと思っててどんなこう、まあ、職種というか業界のお仕事でもあの大概はこうやっぱり何かトラブルを抱えて、まあ、その中でこう対応していくっていうことはあると思うんであの別に商社に所属している人たちがこう特殊な メンタリティを持っててっていうわけでもないですし <laughs>、うん、あのそのメンタリティが無かりせばあの活躍できないかっていうとただやっぱりその今までやってきてるこの、まあ、商材の広さもそうですし、うん、まあ歴史も含めてその失敗した時にた対応するその選択肢のノウハウとかっていうのはやっぱりこの会社の中もしくはこの業界の中って溜まってると思うので。うん メンタリティーだけじゃなくてあのそういった過去に蓄積している知見であったりノウハウであったり経験まあこういったものを生かして対応していくことだけだと思うんであのでそんな特殊なメンタリティーの集まり方なのではんないか <laughs>、はい、と。それこそこういったケースでそれこそでしょう物流網が途絶えたとかなったら過去にその社内の中にそれを経験したことがある先輩もいるしまあなんかそれこそユーザーさんの言葉かり言うとチームであのその問題を解決していくからこそ誰かがこうサポートに回ってくれるというそういった安心感もあるんですね。うん ありがとうございます。お待たせしました。どうったんし大橋さんにもお伺いしてみたいです。大変お待たせしました。この経営商売の感覚が身につくって、本当、こちら、ぜひ教えていただきたいです。はい。もうこの質問見たときに、もう完全に僕もリスクの話をしようと思ったり、もう今、何を話そうというのがい, <laughs>、はい、いやでも、今の今教えていただいた通り、あり、安田さんがおっしゃった通りの部分も、僕も全く同感で、で今やっぱりその時代がやっぱりまたすごい今、変化案点にあると思っていて、この単純に経営商売するだけじゃなくて、さらに今、パラダイムシフトじゃないですけど、 やっぱり地球の環境であったり社会貢献っていうキーワードが今出てきていて単にビジネスするだけじゃなくていかにそれがまあいいことであるかっていうところで、まあ、相反するものでありそうなものを今具現化しなきゃいけないっていう時代になってきてると思うんですね。でそうなってくる時にまさにもう今まで皆さんおっしゃった通りだと思うんですけれども商社のそこでの強みとなってくるのが今まで商社がやってきた経験のところですねさまざまなあのスキルであったりとか経験をされてで各いろんな国に駐在されてというバックグラウンドがあるからこそ そうこういう全く違うあの問題が出たときに、まあ、総合力がそこに一つ出てきて新しい挑戦にあのまた行ける環境があの出てくるのかなとでそういう中に若手がやっぱり入ってくると。 あのやっぱりその今まであのバックグラウンドある人たちがバックアップにいるのでさらに今あのうちの会社もやっぱり環境としてはいろいろ若手のうちにいろいろやらさせてもらう環境にあるのであの、まあ、思い切っていろいろできる環境にあるのかなとそうなっていくとやっぱり、まあ、僕自身そうなんですけれどもあの徐々に徐々にそういったあ僕を政治でもやっぱりそういったあの商売のセンスってという意味だと自分自身正直学生の頃あんまり自信があるタイプだなちょうど、ん 僕先週あの出張アフリカ行ってまして、はい、その時にあのもう全然どうでもいい話なんですけどあのお客さんと一緒に行ったんですけど最後お土産をあの市場で買いに行ったんですね、はい、でその時やっぱこれ僕商社案だから値切、ね、って一番もうった <laughs> ら僕がなんと3倍ぐらいで僕買ってて <laughs> 完全にカモにするん一番僕がやられてたんです、ね、だからその時もう改めてつい先週僕自信なくしたところなんですけど <laughs> まあでもやっぱりそれはありつつもまあそれオフの時だったんじゃないですけどやっぱりオンの時はあのやっぱり自分でも今まで本当に爆発踏んで できていろいろやってきた中でのそういったのがやっぱりあの今の自分の自信にもなってますしあのここにある質問のなるところの感覚がまさにあの身についてくるのかなっていう僕が生き人として言えるかな、うん、とあいです。<laughs> ふうに思いいまますす、はい、ありがとうございます先ほどの下にテロップがずっと出てプロフィールの中で、はい、最初いきなり出向をご経験されてあごめんなさいあの書き方があれですが一応3年目の時に出向4年目からしていましてで,、まあ、でもそれまではあのずっとあの同じ携わってたメーカーさんのところにいてで、まあ、結構あのいずれは行くっていうのは分かっていたものだからだったので,、まあ、でただ出向という経験もやっぱりその全くあ,の、まあ、ある意味商社ならではなく僕ちょっとそこは分からないんですけどあの違う環境での、えっと、経営方針も含めてでもまあ、た まさにメーカーさんのところに行くのでまさにその総菜をどうやって売っていくのかっていうのを当事者として考えていくっていう環境ですのでやっていく中とあともう一つはそこであの、まあ、同じく出向している他の商社さんとかもいらっしゃってその単純にあの新しいそのメーカーの環境だけじゃなくてその横でいろんな商社ともつながったりとかして、まあ、そういうネットワークも広がっていくっていう意味でもあのいろんな経験をさせていただいたところですね。はい、その急にに働働くく環境とといいいうもううかかもももちろんん今まででお付き合いがあったあの企業様だとは思うんですけれどもなんていうか一緒に働く 方々が変わったりだとかプレイヤーとしての立場が変わったりだとかなんか生かさなければいけない力とかスキルとかがらっとある日急に変わるっていう感覚なんですかそれもまたあの安田さんの言葉から言うと延長線上といううかうななころなんですか、ね、基本的には延長線上で僕は少なくとも考えてましてやっぱり自分自身っていう人間が何でそこに行ったのかっていうのを統一、まあの人間であるともそうですし、まあ、大橋詩太っていう一人の人間としてどうあのアピールしていくかっていうところでしたのでそこはもうあの全くもちろん環境自体は変わるんですけれども。 その中でいかに自分としてのバリを出せるかというところを一応ある程度意識しながら周りの人にあ,のあともう1つはそのある意味部外者であって向こうも新しい人が来るという意味の中での自分が何ができるんだろうとでその中に自分自身がどういう経験を得られるんだろうというのは意識しながらやってきた1年間でしたね。 多分なんですが、これ、想定の時間よりかなり押してますね。<laughs> 僕、めちゃくちゃ聞いてる、聞きすぎてると思います。で、多分ここからですね、次のパート、プロジェクト事例で見る新総合商社、ここがですね、めちゃくちゃ面白い話だと思いますので、ぜひ皆さん、僕のですね、あの、ツッコミに邪魔されず、あの、魅力を伝えきっていただければと思います。司会としてダメですね、これだと。こ <laughs> こからですね、氷投げた形になってしまうんですけれども、前半、これまで、もう本当に私も遠慮せず、いろいろ聞かせていただいて、 総合商社に対するイメージこれ実体どうなのここがわからないいいんんですけどという皆様かからら魅力をたたたくさん教えていただきましたでここからのこのプロジェクト事例で見るというパートではまさに皆さんにも携わっている皆様の会社が手がけているプロジェクト事例をご紹介いただいて総合商社は新ビジネスを生み出し続けられる商人なのかこのテーマを明らかにしていければというふうに思っております なので、ここから皆さんもお、おそらく思い入れのあるプロジェクトがどんどん出てくるかと思いますので、たくさん語りたいことあると思います。でも、まあ、最,最悪延長しちゃいましょう。はい、もう、なんか喋っていただければと思いますので、ぜひ皆さん魅力教えてください。では、早速なんですが、三菱商事、湯沢ーーさんからプロジェクトをご紹介、お願いいたします。はい、えっ、ー、と、私が携わっていたですね、ちょうどあの、去年まで、えー、約2年間携わっていたオーストラリアのアルミニウムの精錬プロジェクトです。 オーストラリアのです、ね、クイーンズランド州というところにあるアルミニウムを作る製錬所工場ですねとあと合わせてですねそこの,あのアルミニウムって作るのにものすごいこう電力を使うんですけれども、うん、その電力を発電する発電所にもこう出資していましたというプロジェクトです。うん、であの左下の出資スキムのところに書いてあるんですけど三菱商事とですねあとはそれ以外にも日本の企業さん5社合わせて日本企業は6社とあとあの大手の資源メジャーといわれる。 アルミニウムの資源メジャーとの共同のプロジェクトジョイントベンチャーと呼ばれるプロジェクトでしてアルミの製錬所に出資してとで、えー、とそこからできたアルミニウムをお、まあ、株主としてはあの配当金ですとかっていうのもあるんですけれどもあのそこから出てきたアルミニウムを日本をはじめですねアジアの地域にこう販売して展開していくというプロジェクトになってます。であの成りり立ちとというう意味で言うとです、ね、これはあのかなり歴史のあるプロジェクトでして1970年代 それまではではすね日本でもアルミを作って実は作ってたんですけどあの皆さんももしかしたら歴史とかで習ったオイルショックっていうのが起きてですね、はい、ものすごい電気代が上がっちゃいましたということであの日本のアルミニウムの,その生産っていうのはこうほとんどなくなってしまったんですねただ当然需要っていうのは伸び続けていくのでえじゃあど,どうそこにこう手当てしていくかということで、まあ、三菱商事あとは他の日本企業と一緒にじゃあ海外に出ていってそこからアルミを 安定供給を受けようということで日本のコンソーシアムということで、えー、出資したプロジェクトですとでただですねこれがあの今足元何が起きているかというと皆さんご存じのとおりまたこうエネルギーが高騰してきているということで、うんえー、大きなあプロジェクトとしてはあの壁にある意味で言うとですね あのぶつかっていきまさしく私がやっている時にあのそういった形でエネルギーの高騰が起きたのでじゃ採算もどう,なるどうなっていくかというところとあとまさしく近年言われているこう社会課題として脱炭素っていうことが言われている中で先ほども申し上げた通りこりアルミの生産にはです、ね、ものすごい電気,代を,電気を使うので CO2 を排出してしまうとそうするとアルミの業界でもです、ね、いかにそれをこう脱炭素化していくか。 CO2 の消費をです、ね、減らしていくかというのがものすごい課題になっていてというような状況がこうものすごい今後の数年起きていると。でなるとです、ね、この関わっているあの企業さんが日本企業でも多いですしそのシゲメジャーというところもいる中でじゃあこのプロジェクトをどうしていくのかと今後というのがまさしく実はあの今でもけんけんがくがくとこのプロジェクト今後どうしていますかというところを言っているところで。あの その意味で,言うとです、ね、いかにこう電力を再エネ化していくかということが実は求められるんじゃないかただそれってどれぐらいの期間がかかるのかですとかどれぐらいの費用がかかるのかとかっていうのでもう各社さんどうするかっていう,こうポジションだとかスタンスが違う中でけんけんがくがくしながら進めていくっていうようなところで実はあの盛りものすごい盛り上がってる時に私は移動になっちゃったんですけどっていうようなこうプロジェクトをやっていました。はい なるほど。いや、ほんとに、商社ってなんでその海外の資源の話をしに行く中で、例えばその今回の話です発電所とか、そこにまで出資しなければいけないんだろうとかっていうのが、構造が全然よく分かっていなかったんですが、整理するとこうなるんですね。もうそうせざ、しないと、そもそもこう電力供給とかも、まあ他を優先されてというか、安定した稼働ができないからこそ、あらゆるところにこう、広がっていくという形なんですね。 あと本当にすごいうがった見方で大変恐縮なんですが再エネとかの問題もそうしないと社会から叩かれるからやってるのかなとうう思った側面があるんですがそうではなくてやっぱりこのもちろんその社会としての後期としての必要なあの役割を担うという側面もありながら既存の事業を回すためにもそういったところの必要が急務といったようなどんどんいろんな問題が複合的にあるからこそ商社のやってることっていうのはこうして広がっていくんですね。 あすいませんめちゃくちゃ整理いただいてこうなってると思うんですが問題ってなんかこう最初アルミの製鉄所に出資しようとしたら後から電力の問題が出てきてっていうふうになんか次々と連鎖的にいろんな問題が出てくるっていう理解で良いんでしょうかそうです、ね、まさしく先ほど申し上げたその今の脱炭素っていう流れはここ数年で起きているもので、うん、そう考えるとです、ね、このプロジェクトそのものは当時1970年とか80年とか始まった時っていうのはいかにこう日本の先ほど申し上げた日本のアルミの、はい 供給をこう継続しななきゃいけないかっていけかうのが一番のが番課題でそれをこう解決するためにこういった形でプロジェクトをやりましたと,ということでこう連綿と続いてきたんですが今度の今のまさしく足元の課題っていうのはじゃあ脱炭素の流れの中でただ一方ではアルミの あの供給もこう続けてなきゃいけないっていうところっていう新しいこういう社会課題ですとかニーズにこういかに応えていくかっていうところがまさしく喫緊の課題なのでまあその意味では商社がやってることは何ですかという最初の方に出てきた質問から考えるとその時代時代ですね常にこう課題だとかニーズだとかっていうものがある中でいかにこう持ってるリソースですとかネットワークを活用してこう解決していくのかっていうことがこう常にやってることなのかなというふうには思いますね。 あのこの長いプロジェクトの歴史から見ると2年って一瞬ですが、この2年すごく濃密ですよね、進んだ長崎としても、はい。はい。めちゃくちゃ濃密でした。すごいですね。<laughs> もうその言葉に全てが詰まっておりますね。はい、ありがとうございます。はい、すありがとうございます。では続いて、三井物産の沼沢様にエピソード聞いていければと思います。沼沢様こちらです。ぜひご解説お願いいたします。 はい。えっと、私が今やってる仕事は新卒採用の仕事になるので、入社3年目から5年目ぐらいにやってた仕事、科学品部門でのトレーディングの話を書かせていただきました。あの、先ほどのスライドからすると結構シンプルなトレーディングの仕事なんですけれども、左右2つありまして、左側がさっき私がお話した3フェーズでいうとこの真ん中、まさに えっと、販売を頑張っていくというところです。で背景としては、えっと、まあ、私、ま、密仏さんグループとしてお付き合いをしていた日本の化学品メーカーさんがあったんですけれども、その会社さんが、えっと、日本ではそれなりのシェアを持ってたんですけれども、まあ、世界に行くとまだまだというところで、世界ナンバーワンシェアを目指す、目指したいというふうに言ってる中で、我々が、あの、一つソリューションプロバイダーとして関わらせていただいた仕事です。で、えっと、私が担当する前はですね、アメリカとブラジルに大きなお客さんがいて、まあそれ それでこの商売が成り立っていたわけなんですけれども担当させてもらって、えっとまあ、米州に行くとですね他の国僕行ったことないし行ってみたいなということで、うん、あの行きたくなっちゃってですねあの古山さん3つ目の国旗は、えっと、お分かりだと思ってコロンビアだったりとかアルゼンチンだったりだとか <laughs>、はい、あとえ中南米ワーッと回った後に中東の地域サウジアラビアだったり UAE だったりとかイラン。 あの、私がいたところですけれども、そういったところに、あの、ドアノックをして、うんえっと、こんな商品あるんですけれども、いりませんかというような形で、現地のパートナーと一緒にではありますけれども、新しい、この、商売を作っていったっていうのが、まさに左の仕事になります。えー で私がそのえっと仕事から得た経験とか気づきみたいなものを書いてあるんですこれ一旦割愛させていただいてでえっと右側のところはさっきえっと3つのフェーズ言った一番お尻のところになるんですけれどもえっと私が担当したプロジェクトあの、まあ、北米向けの仕事だったんですけれどもえっと着任して1年ぐらい経ってですね大赤字を出しまして、うん、1>, 1年間の利益が吹っ飛ぶような あの、ロジスティックストラブルみたいなものが、あの、相次ぎましたと。で、これを、こう、どうにかして仕組みとして、ええー、うまく利益が回っていくようなものにしなければいけないな、ということで、えっと、北米って言っても、すごく広いので、あの、右上にある写真のような、あの、列車で、えっと、貨物を運ぶみたいなことがあるんですけども、じゃあ、この運ぶルートってどこが最適でとか、そのルートを選んだときに、じゃあ、えっと、倉庫はどういうオペレーションにした方がいいのか、みたいなところですね、あの、実際に行って撮った倉庫の写真が、右側の左側、 左の写真なんですけれども、その現地で、いわゆるワーカーの方たちとどういうオペレーションになっているのかみたいなことを確認して、本当にこの現場に刺さり込んで物流をどういうふうにしたら改善できるかっていうのにチームとなって改善したというのが右側のプロジェクトです。 なので、えっと、すごく社会的な意義っていうところになると、私自身は感じているのは、その日本の化学品メーカーさん一社ですけれども、そこがこう大きくなることによって、まあ、日本の技術が外に出ていくってことももちろんそうですし、で、えっと、届けるお客さんにとってもですね、いいものが届ければ、そのお客さんの工場がまた良い,い商品を作ることができるようになって、で、えっと、少し、えっと、飛びますけれども、まあ、雇用が、 生まれて、カーキン業界に関わる方って日本だけでも数百万人いらっしゃるので、その業界を元気にできる仕事の一端でも関わっているっていうのが、あの自分にとっての誇りでしたし、やりがいだったかなというふうに思ってます。ありがとうございます。ちょっともう早速いろいろ聞きたいんですが、あの今から僕は失礼なことを言います。あの、左側のこの地図がたくさん書いているお仕事ってすごく華やかに見えて面白そうだなと思いながら、三井物産さんの名前があれば、勝手にこう売って、売ります。 で、なんか話が済むイメージを勝手に持っているところがあるんですがそ、そんな簡単なお話じゃないんですよね、きっと。あそうですね。はい、えっと、もちろん、何て言うんでしょう、この総合商社としての名前があったときに、えっと、話を聞いてもらいやすさっていうのは、あの、一定あるのかなというふうに思うんですけれども、ただそれも、あの、 えっと、我々だけではなくって、現地の三井物産グループの社員、あの、駐在先の社員とかがですね、あの、日々いろいろな案件でコミュニケーションをとっているからこそ話を聞いてもいいよっていう信頼の積み重ねだと思うので、私がこう行ったら会いに行けるんでしょっていうふうに思っていると、うん、現地のスタッフから、いや、それどんだけ大変だと思っているの <laughs> って言われてます、ね。<laughs> はい。これはあの、えっと、気をつけなければいけない点かなというふうには思いますね。 しかも、ここのスキル経験のところに交渉術というふうに書いてあるように、その会う機会は作れても、そこから先本当にあのビジネスとして成り立つかどうかは、もう本当にそのお互いの利益次第というところになってくるんですよね。おっしゃる通りですね。あ,のあっ でえっと、何を求めているのかっていうところもあの人によっては違いますしもしくは、えっと、お客さんによっては出てくる人がどういうこの組織の中での,あの力を持っている人なのかというところでこの人が意思決定権がないというふうに判断したらじゃあ意思決定権を持っている人にどうやったら取り次いでもらえるかこの目の前の人の嫌な気持ちせずにっていうような話し方が必要になりますし、うん、目の前の相手が化、まあ、学品の商売だとよく、まあ、小さな会社さんを相手にすることが結構多いので目の前の相手を倒せば商売ができるっていうところですと、まあ、少し し、あのポジショニングトークみたいなものを使いながら、どうやったら我々と付き合うことの価値をこう感じてもらえるのかっていうところをですね。あの周到な準備もした上で、その場でえっと思いを伝えなければいけないので、そのあたりはあのそうですね。ご承知、そのあってからがまあ、始まりっていう感じなんだと思います。うん、ありがとうございます。続いて丸紅安田さんのお話も聞いてみたいと思います。安田さん、のプロジェクトはこちらです。 ぜひこちらも解説お願いいたします。そうですね、えっとこれ、あのー、まあ、まさに今新規事業として取り組み、最中で、えー、まだまだ生まれたての状態の、うん、事業です。で、あの先ほどちょっとそのトレードの延長線上にあると申し上げたんですけど、あの私はあの冒頭ご挨拶の通り、あのフォレストプロダクトオ部という紙パルプのーチーム。 本部にいるんですけども、まあ、その中での段ボール関連の,あの商材を扱ってるあの部署によります。なので日頃はこの段ボール関連の商材を、えーまあ、お客様に販売してるんですけど、あの段ボールって、えー、と金融機関さん以外皆さんあのお客様なんですね。うん、あの、まあ、最近だとやっぱりこう EC とかって行きがちですけど、はい、実はやっぱり飲料メーカーさんですとか、まあ、食品メーカーさん。 あのもののすすごい量の段ボールを使われてますで、まあ、こういったその日頃飲料メーカーさんとかあの食品メーカーさんに段、えー、ボールのこうご商売をさせていただく中で、まあ、彼らが、まあ、昨今言われてるこの脱炭素の文脈の中でいわゆるこうサプライチェーンの排出量段ボールを調達するのにどれだけ、えー、GHG かかってるんだっけというようなところに対して、えーまあ、これから取り組んでいかなきゃいけないと。ただやっぱりこうう 飲料メーカーさんダンボールのサプライヤー様って段、まあ、ボールの場合加工ダンボールを加工するメーカーさんがいらっしゃったり、まあ、それをこう最初に作る段ボール原子を作る製紙メーカーさんがいらっしゃったりと、まあ、当然その商材のサプライチェーンがありまして関係会社さんもものすごい数があると。なので一社一社こうヒアリングしていくのもなかなか大変だし各社に聞いてもなかなか 環境負荷データって出て出こなかか、ったりとか、まあ、こういったものを、まあ、我々そういったお悩みを聞いた上でじゃあそれらをこうデジタルを活用して、えー、この飲料メーカーさんがで段ボール調達するのにどれだけ JHD かかってるんだっけとでその先には、えー、ここでじゃあ環境負荷データをサプライ,ーサプライヤーさんごとに可視化した上で、えー、じゃあ今後調達をしていく際に、まあ、いわゆる QCD 今まではこうクオリティ、うん コスト、デリバリバ、まあ、これでサプライヤーさんを選んでたと思うんですけども、まあ、今後この脱炭素社会においてはここにエンバイロメントどれだけ環境負荷が高いんだっけ低いんだっけと、まあ、こういった観点も加味してサプライチェーンっていうのを最適化していけるような、えー、プラットフォームのサービスっていうのを、えーまあ、構築してご提供していくと。でまあゆくゆくこの中長期のところに書かせていただいてるのは更、まあ、にここの可視化と最適化で終えるんではなくて、まあ、実際にその各サプライヤー様の脱炭素 の取り組みのご支援ですとか、まあ、ゆくゆくは、えーまあ、クレジット含めたオフセットを含めて、まあ、我々あの紙パルプの本部になっておりまして我々の本部でいうと植林の,の事業も行っておりますので、まあ、自社のアセットを活用して環境食品を使ったまあオフセット、まあ、こういった複合的な価値提供ができる、まあ、こういった基盤となるプラットフォームのサービスを作っていると、まあ、いうような。 社内外のカウンターパートもこれ、はい、スライドの中見てみるとめちゃくちゃゃく多いでですすよねねそうですねあのやっぱりこれあの、まあ、今後の商社が特にそうだと思うんですけどやっぱりその商社の仕事ってさ先ほどちょっとあの、うん、質問でも出てましたけど、はい、僕が思う商社の仕事っていうのはこうギャップを埋める仕事だと思っていて<ー>まあこう物理的な ギギャャッッププももそそううですしあとは、まあ、あの距離のギャップもそう物質のギャップもそう、まあ、投資だともしかしたらこう現在価価値値とと将来価値のギャップとかで今僕らがやろうとしているこのギャップって、まあ、当然ありたい姿と現状のこの差分がギャップなんですけどこのありたい姿っていうものがこの先行き不透明で変化の激しい世の中になってくるとかなり複合的な要素になってくる必、まあ、然的に課題も複合的になってくるそうするとその課題を解決するソリューション打ち手というものも 複合的なエッセンスが求められてくるので、まあ、社内で言えばいわゆるこうセクショナリズムでこの部署の中だけで済むものではなくて、まあ、いろんな各領域の知見を生かさなければいけないし、まあ、場合によってはこう社外の思いを共にするパートナーの企業さん。 であったり、まあ、もしくはこうアカデミックの知見を入れななきゃいけないけ私の,あの事業とか特にこの脱炭素の文脈なのでライフサイクルアセスメントとか環境関連の専門家とかにも入ってもらわないといけなかったりするので、まあ、必然的にこう社,社内外の関係者が多くなるんですけども、まあ、今後、消費者ってこういう事業って増えてくるんじゃないかなと、うん、まあ個人的には思ってますこれあの見ていてそれこそあのデジタルを使った見える化だったりですとか関係各種を巻き込んだプロジェクトマネジメントだったりとかコンサルの得意領域 な印象を。 思ったんですが、これ、商社がやれるっていうのって、それこそメーカーを抑えてるという強みとかもめちゃくちゃあるんで、なんかすごい、今となっては倫理にかなってるなと思ったんですが、これは結構お、御社ならではというか。これ、あの、確かにその、同じように、この脱炭素のこう可視化とかっていう事業って、うん、まあ、コンサルティング会社さんですとか、うん、まあ、エサさんとか、うんまあ、あの、本当にいろんな方々がプレイヤーとしては、まあ、特にあとスタートアップも結構出てくるんですけど、うんはい、個人的にはですね、これ、あの、商社がやる意義って、ものすごく大きいなと思っていて、うん、えっとですね、あの、ちょっと細かい話になるんですけど、はい あのこの算定をするためのこうロジックみたいなものが当然あるんですけどもじゃ段ボールの調達に伴うこのロジックを作るのってやっぱりンボーールの調達、はい、トレディグととかもしくは製造事業についいいて知見がなな作り上げられない、うん、でこれはやっぱりこの業界のプロ、はい、まあ手前みそですけど我々の事業部隊もこの段ボールのトレーディングとか製造販売事業っていうのをもう何十年もやってますのでこういった知見を生かすことでやっぱりこの。 僕らにしかできないサービスっていうのは作り上げられるんじゃないかなと。 というふうに思ってます。ありがとうございます。では続いてですね、取材通訳大橋さんにも教えていただければと思います。大橋さんは先ほどのプロフィールに出ておりましたワクチン輸送、こちらぜひ教えてください。はい、で私が実現デザ取り組んでいるワクチン輸送輸者プロジェクトなんですけれども、あのもと僕は所属している部隊があの国際協力グループというところであのまあ国際援助ですね、あの入札業務で主に日本政府の OD を通してえっとそういった機材の調達であったりとかそういったのをさせていただいてまして、まあそれを通してあのさまざまな日本の メーカーカさんであったりあのそういったパートナーとのネットワークが築き上げられていきましてでさらにはまあそういったあの国際援助の えっと、調達を通してあの現地だったりとかそういったところでもさまざまなネットワークを築き上げてきた部署になります。で一方で、まあ、あの昨今こういったあのグローバルな課題であったりとかで特に我々が取り組んでるのは今ヘルスケア関連ですねグローバルヘルスに関わるあの課題解決っていうところで、まあ、そこで我々が培ったそういったネットワークとあとはまあ当初の強みであるモビリティっていうものをいかに使ってあの新しいことで特にそういった課題解決をしながら新しいビジネスをすることっていうのができないかっていうのがきっかけで。 始ままった取りり組みになりますででで最終的に今出来上がっているのがこういったランドクルーザーにワクチン専用の,あの冷蔵機器を載せたものであってでどういう今課題がもともとあったかっていうとあの右上のところになるんですけれどもあの、まあ、写真にある通りあのまり、あ、ワクチンっていうのがあのビリー・ゲイツが言うにあの一番経済的な あの社会発展の,あの手段だっていうふうに言ってるんですけれどもただ一方で日本みたいにあの当たり前のように知らない間にも一定の年齢だったら全てのワクチンを打っているって環境が残念ながらまだ世界の特に途上国を中心にまだなくてで一つの問題としてやっぱりそのワクチンを届ける時に起きるあのロスであったりとかでワクチンまあ特にコロナでいろいろ話題になりましたけどワクチンって基本的に温度管理っていうのが非常に重要になってきてであの普段あの赤ちゃんとかが接種している小児ワクチンっていうのもまさに同じで一定の温度管理 何が必要にななってくるってなるともちろん電力であったりとか、うん、あとは氷が必要であったりとかそういったあの課題が出てきてで今度あの途上国の奥地鈴木さんとかもしかしたらモザンビークの奥地とかご存知かもしれないですけど、うん、そういったところにあの届けるってなるとやっぱり非常にアクセスが問題であったりとかするっていうところに対して我々がこのまあランドクルーザーというトヨタの,あのトヨタさんの一つの一番強い車を使ってでさらにそのワクチンの専用の冷蔵庫を を掛け合わせてあのどこにでもワクチンを届けれるようなソリューションを開発してさらにあの一番まあ,あの えとうちのグループとしても大変だった取り組みとしてはそれをいかにあのえっと認定してもらえるかというところで WHO の医療機器認証を最終的に世界で初めてあの輸送車両としては取得させていただいてあの現在世界各国にあの販売を開始しているところであります。で今現在このえっとワクチン車を中心にまあこのヘルスケアにおけるグローバルヘルスにおける他の課題をこのモビリティを通していかに解決できるかというところを今 あのネクストフェーズとして今取り組んでいっているところになります。で直近の事例だと今ここの写,写真にあるものなんですけどうちの えっと会社とあとガビーさんというところでグローバルワクチン・アライアンスというあの途上国向けのワクチンをあの調達しているまあ国際機関に近いところなんですけれどもそこと提携今パートナーシップを一時的に結びさせていただいていてあのアフリカで今トライアルをさせていただいていますで今あ,のある国でやっているところにおいてはあの今まであのデビルルートって呼ばれててもう誰もワクチンを届けられなかったっていう道があったんですけれども今それを5つも開拓してあのもう届けられるようにな もうまさにまあ自分自身としてもやっぱそういう分かりやすい見えるような貢献ができていてさらにそれを今事業化をいかにしていくかっていうところを発展させるっていうところをまあ一つチャレンジングなところに携わせてていいいただいているところです、はい、いやこれもう本当にまさに社会課題とビジネスが掛け合わされたあのすごくそうこれを商社でやりたいんだとおそらく視聴者の方にも思うようなプロジェクト事例を取り上げていただいたと思うんですがこれどこから チャンスを見つけ出すのかそれこそなんか悪路なんでランドクルーザーが欲しいですみたいな <laughs> もういきなりどうやってトヨタ通商さんは、ね、そこはまあさっき僕も話したところとやっぱりつながっていてやっぱりそれ今までのもうパッとその目の前に何かがやってやるっていうよりもやっぱり今まで培ってきていろんなネットワークの中からやっぱりパートナーがやっぱりあの何,社何社も何社もいてその中からやっぱりこのトヨツ2と組んで何かやっていきましょうっていう話もあれば今回のケースのようにまあお互いあ 我々としてもその新しいモビリティのソリューションとしてやりたいで新しい解決をしたいという人たちが結びついて始まったようなプロジェクトになるので、まあ、まさに本当に今までの,あの培ってきたそういったネットワークというのがまさにあのこのプロジェクトを生んだきっかけになっていると思いますしあとはまあその時代のところのニーズをあのいかにつかんだかというところその両方が今うまく掛け合わさったようなあのプロジェクトというふうに思っています、ねうん これ、商社のビジネスの中で、WHO だったりですか、世界的な機関を動かすっていうのって、ま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 、あることなんですか あるかどうかはあれですけど1つでもあちのグループとしてもにあの最も最初はチャレンジングなところではあったのでいかにそういった形で今までにないものをそういった新しいソリューションとして認定いただけるかというところで本当にさまざまなスティックホルダーさんにサポートいただきながらどうにかこういった正式な認証をいただけたというのがままさにおっしゃる通りりですすあがとうござい大変貴重なプロジェクトを聞かせていただきました。 でですね、本来であればそろそろ終わりなんですけどもあの私のせいで時間が長引きましたはいおう <laughs> 時間余裕ができたのでぜひ鈴木さん古山さん存分に話聞かせてください <laughs> では続いて住友商機の鈴木さんのプロジェクトを聞かせていただければと思いますこちらですね鈴木さんお願いいたしますはいえっと私が今やっているのはですねすでに湯沢さんと安田さんのお話でも出てきてた、まあ、カーボンニュートラルに向けたあのご提案をするということで具体的には、まあ、電力をグリーン化しましょうということをやってます でまあ、あの昨今の,この日本政府もカーボンニュートラル宣言もしましたしグリーン化に向けた強あですか、ね、動きってすごく強まってると思うんですけども一方で、あの需要家さんである工場さんとかスーパーマーケットとか小売さんとかってやっぱり電力ってコストなんですよね。うん じゃあそのいかにグリーンにしたとしてもコストが高かったらまあしんどいと。まあ、これは学生の皆さんとかあの一般消費者もそうだと思うんですけどじゃあその中でじゃあうまくコスト競争力を出しながらグリーン化どうやってやっていきましょうかというところが、まあ、まさにその商社としていろんな物流を持ってたりとかですね、まあ、いろんなサプライヤーさんと付き合いもあるというところで、まあ、その強みを発揮していくところなのかなということでまあご提案をしています。 で具体的には日本のまあ電力会社さんと一緒にあのジョイントベンチャーの、まあ、会社を作りまして、でまあその会社を作ったところからしてもやっていて、で出向も今してるんですけども、まあ、そういう意味では先ほどの経営人材ってところでこう会社作りとかやれますよっていうのもあるのかなと思うんですけども。 まあその中であのお客さんに対してまあそのカーボンニュートラルって言われても何からしたらいいか分かんないっていう需要家さんも結構いるのでまあその中でじゃあ太陽光をこんだけ導入しませんかとかいつまでにこういうことできますよっていうことを提案してで一応まあ地球環境にいいことをしていけるっていうのはまあ非常にこう社会的な貢献的なところもあってあのやりがいある仕事なのかなというふうに思ってやってます。 いやこれも今日のセッションが始まる前まではなんでわざわざそのコストカットだったりとか難易度が高いところに勝者が飛び込んでいくんだろうという話を感じていたんですがそういったやっぱり既存ビジネスだったりですとか社会全体の影響度の大きさだとかまさしくこう勝者だからこそできるところに飛び込んでいってるっていう背景があるんですね。 そうです、ね、あの、まあ、弊社グループだけでも、まあ、結構いろいろスーパーがあったりとかデータセンターを持ってたりとかいろんな会社もありますしでさらにあの、まあ、弊社の部門の中でっていう意味でも,もう本当にありとあらゆる分野の方とお付き合いがあってでそういった会社さんたちってもうその会社さんからしたら電力ってコストなんですけども今もはやそのサプライチェーンであのグリーン化していきましょうっていうのも結構世界的に潮流になってきててそうなるとこう。 自分たちがお客さんに商品を売るためには自分たちもグリーンにならなきゃいけないっていう結構そういう動きもあるのでもうどうしても自分たちとしてカーボンニュートラルしなきゃいけないけどどうしたらいいかわかんないっていうそのまあ世間の何んですかねデマンドにまあ我々としても応えていこうとしてるっていうまあそういう感じです、うん、このプロジェクトって1年2年とかで完結するものではないと思うんですよもうどれぐらい先を見据えてのものなんですかああそうですね <laughs> あの そういう意味では確かに何ですかねかなり中長期を見据えたあの取り組みかなとは思っていて一軒一軒太陽光を作るとかお客さんにちょっと電力供給するそれはあの別に数ヶ月とかできる話なんですけどもじゃあ大口のすごい電気使われてるお客さんは完全100%グリにするってなるとすぐにはできないものにはなるので、まあ、そこは それでもまあ会社としてやっていくっていうまあ判断をしたっていうことだったなと思ってます。そこは段階的にやっていけているんですか。そうですね、はい。これえっと今鈴木さん携われてどれぐらいの期間やってらっしゃるんですか。そうですね、えっとこの会社を作ったのがちょうど1年前ぐらいなので、まあその前からやってるの1年半ぐらいやってるっていう感じです。今もまさに激動とそうですね、長 <laughs>、はい日々、はいはい、やってます。ありがとうございます。 では、最後、お待たせしました。古山さんにも、プロジェクトも聞いていければと思います。はい、伊藤中将に古山さんはこちらです。ぜひ教えてください。ありがとうございます。あの、もしかしたらね、あの、今お聞きになっている学生の皆さんの中にも、え、お主そんなビジネスやっとらんちゃうの<主>と思ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれなくて、今日ですね、あの、私実は自分担当してたビジネスではないというものをちょっと持ってきてます。で、なんでかっていうと、今日せっかく新総合商社って言います。うん、その新っていう単語をついて、 で、総合商社について働くという魅力をお話しさせていただくということもあったので、僕自身はもともと資源業界にいて資源のビジネスをやっていたので、まあ、 ザ総合商社みたいな仕事をずっとさせていただいてました。で、その中で当然真に近い部分である、まあ脱炭素だったり再生可能エネルギーみたいなビジネスに携わったことっていうのはもちろんあったんですけれども、あの、より今、今総合商社っていうのがどういうふうに変わってきてるのかみたいなところを皆さんにもう少しわかりやすくお説明できるかなと思ってこの2つを持ってきていて、まあ、連入ともったいないバナナっていう、まあ、一つの、1つは繊維カンパニー、もう1つは食料カンパニーでやっているプロジェクトになるんですけれども、まあ、単純に言うと、 あの捨ててなないいよようううにしようっていう考え方なんですねレニューは洋服を捨てないようにしようって回収して、まあ、例えばあのポリエチレンみたいにこう石油由来でできている製品であればそれを発電に使いましょうとか、まあ、あと布であればあの再生可能な布であればそれを再生してそのお洋服にしましょうみたいな話とかなんですよね。で「もったいないバナナ」っていうのは今まで廃棄されていたバナナ。 っていうものを、まあ、そのスーパーの店頭とかには形が悪かったり色が悪かったり並べないかもしれないけど冷凍食品だったり加工食品には使えるよねっていう意味でそれを使っってていいきましょうっていうプロジェクトなんですで僕ここの中で結構芯に近いなと思っているポイントが2つありましてそれをちょっとぜひ今日皆さんにもシェアしたいなと思ってて僕自身が総合商社に入った十何年前には多分あんまりこの捨てるとかをやめようみたいな考えてまあ残念ながらそこまでなくてまあちょっと。 言い方悪いですけれども資源を無駄遣いしてでもより稼げることをやっていこうとかもっと経済の拡大に貢献していこうみたいな世界っていうのが少なからずまだまだあったと思うんですけれども今それってすごく総合商社の中で変わってきているなと思っていてでその中で大事だったなというか大事な求められているなと思うポイントというのが2つありましてでその2つのポイントの1つというのが今までの常識を疑う今まで当たり前のようになってたことはこの先当たり前じゃないんだなっていうことを思えるようになるっていうことが1つとまあ 2つ目はまあそれにも限りなく近い部分にはなるんですけれどもそのどうやったら今までやっていたことよりすごく突飛なことをやるんじゃなくて何をあ考え方を変えればいいんだろうっていうその問題を解決するだけじゃなくてその問題を見つけてくる力何が今まで問題だったんだろうっていうところに着眼できるかっていうところがすごくポイントなのかなと思っていてでこれよく思うんですけど 意外と長いこと同じ会社だったら言ってて同じビジネスやってる人って凝り固まったマインドセットになるので、うん、実は若い人だったりとか学生さんの方がそういうところに関してはいい観点を持ってらっしゃるので是非総合商社という業界を目指す方はそういったところを自分は持ち続けていいんだとそういうものを持って入社していく方がいいんだみたいなふうに思っていただいて新しい思想だったりとか視点だったりとか、まあ、こう今までの当たり前その組織で当たり前だったことを疑うみたいな面を持って。 会社っていうものを見ていってほしいなっていうのを思ってちょっとこの2つのプロジェクトを引っ張ってきました。うん、ありがとうございます。そうですね。昔の商社の常識だったらそこには利益はない、稼げる、うん、世界はないで、切り捨てていた部分だったわけですよね、このビジネスっていうのは。それより稼げるものがあるかもしれないって多分思ってたと思うんですよね。うんうん、これが稼げないっていうよりもそれより稼げそうなものがあるっていう感覚だったんだと思うんですけども。なので、やっとそこに世の中の SDGs とかいろんな流れもあってそこに着眼してきているっていうのもあって、 じゃあ世界と一緒に何ができるかっていうのを考えてるんだろうなっていう気はしてます。あの、商社の皆さん、それこそ他の会社さんでも SDGs に関連する事業だというお話が出てきたんですが、なんかこう、またうがった見方ですけれども、やらなきゃいけないから仕方ないから社会がそうなったからやってるのかなっていうふうに思っている気持ちもあったんですけども、お話聞いていると、多分そこにもちゃんとビジネスを作る力っていったものをもうすでに身につけていらっしゃる。 っていう印象を持ったんですが、これ実際どうなんですかこのレニューとかこのもったいないバナナっていったものは。あ、間違いなくそうですね。うん、あの慈善活動をすること,ということをするために SDGs とかをかけることは多分ないので、うん、やはり何かここの中でしっかりと利益を出すことができるという大前提があって、それでなおかつまあ。 何かしらの形で SDGs とかに貢献できるっていうことにすごく魅力を感じているっていうのは思います、ね、先ほどあの若手入ってこられる方々もどんどん意見を言ってほしいというのがありましたが、実際、古山さんもこう、一緒の部署とかでこう若手の方々とあの働いていて、その突き上げとか、<laughs> そううの感じることとか <laughs> ありますかえっと、日々感じております。<laughs> はい、はい。あの、この場に来る直前にも、<laughs> はい、今日頑張ってくださいね、みたいな。<laughs> いいですね。大丈夫かなと思いながら、はい、来ましたけど、まあ、例えばなんですけど、まああの、 そそれこそね今日ご覧になってる皆さんからしたら超当たり前のことだと思うんですけど僕ってレストラン食べログで探すんですよ、はい、とかあの友達とフェイスブックとかでつながるんですけど、はい、今の学生の皆さんって多分そういうことしなくてインスタグラムだったりとかもっと全然違う方法でそういうことされてると思うのでなんかその辺をマインドとしても自分自身が変えるのってすごく難しいのでなんかそういったことをできるっていう意味でやっぱり若手の皆さんって全然自分と違う着眼点と発想を持ってて素直に やっぱり話を聞いちゃいますし、それここから出てくるアイデアをどん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 社内でもやっていってるので、それはいいことだなと思ってますね。たくさんお話をお伺いすることができました。本当にありがとうございます。で延長した時間もですね、もう迫ってきていてやばいという状況なんですが、<laughs> せっかくなんで、ぜひ各社の皆さんに、視聴している皆さんに向けてですね、一言メッセージいただければなというふうに思っております。順番逆転して古山さんから はい。メッセージいただけますでしょうかはい。えっ、ー、と、皆さん、あの、本日は70分、プラス10分の長丁場、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。<laughs> えっと、まあ、あの、いろいろとね、総合商社の魅力というのが分かったと思いますので、ぜひ、あの、総合商社という業界を引き続き注目してみていただければな、というふうに思います。で、最後、まあ、2点だけ、えっ、ー、と、就職活動ということで、ちょっとアドバイスできればなと思ってまして、あの、長くはお話しできないんですけども、一つは、あの、ぜひ他人と比べずに自分らしくやってほしいということと、えっ、ー、と、まあ、大学時代にこだわらず、自分の人生で、 力を入れてきたこと自分の人生で大事にしてきたことをこの先大事にできる企業なのか業界なのかというところをぜひ注目して今後も就職活動頑張っていただければなと思います本日はありがとうございましたありがとうございました <laughs> 続いて鈴木さんお願いいたしますはい。 えっと今日はありがとうございました。あの私からお伝えしたいのは、まあ勝者に入るとですね、まあ、世界を舞台にあのパイオニアになれる、まあ、大きなことができるということで、あの非常に大きなチャレンジをさせてくれる環境に飛び込めるんじゃないかなと思ってます。一方でその就活をされて皆さんいろいろ悩まれることもあるかなと思うんですけども、まあ、最後は自分自身のを信じる。 その自分の選択を信じるというところが多分ご自身にとっての最適な選択肢になるのかなと思ってますので、まあ、それがもちろん住友商事とか総合商社になれば嬉しいなとは思ってるんですけども、はい、心から皆さんの,あの成功をお祈りしてます。はい、今日はあありりががととううごござざいいままししたた 大橋さんお願いいたします。はい、本日は皆さんありがとうございました。あのまあ商社の魅力の一つとしてやっぱりその現場と関われるっていうところであって、当社もそこをあの非常に掲げていますので、あのぜひそういった現場で輝きたい活躍したいという方がいたらぜひあの弊社の本目向けていただいて検討いただければと思います。よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。 安田さんお願いいたします、はい、えっ、ー、とまあ就職活動ってどうしてもこうどうやったら会社に選ばれるんだろうと、えー、考えがちなんですけども、あのー、逆にこう僕個人としては、えー、学生の皆さんがこう会社を選ぶ場でもあると相互、まあ、にこう選び合う場だと思ってますのでぜひ、まあ、いろんな企業あの素晴らしい企業をたくさん世の中にありますので商社、えー、のみならずいろんなところにこう視野を広げつつ、えー、就職活動を進めていっていただけたらと思います。であのーまあ、今日商社の話も出ましたし しあの丸紅も含めて、えー、こう若いうちから十分にこう活躍できる環境っていうのは、えー、備わってる業界会社だと思いますのでもし、えー、まあ商社そしてこう丸紅に興味を持っていただけたらあのぜひあの一緒に働けることをこう今から楽しみにしておりますので、えー、ぜひ就職活動を悔いなく頑張ってください、えー、本日ありがとうございましたありがとうございました。マ沢さんお願いします。はいえっと本日は、えー、ありがとうございました。 私からも2つほどお伝えしたいことがありまして。 えっと一つはですね、えー、今日皆さん総合商社好きになっていただけましたかというところなんですけれども、えっと、話を聞いて僕はあの総合商社の業界改めてすごく面白い業界だなというふうに思いましたし自分自身あのキャリアを楽しみに生きていきたいなというふうに思いましたで皆さん今やりたいことがなくてもやりたいことっていうのは変わって当たり前だなというふうに思ってますので変わった時にその変わったことをえっと舞台で楽しめるのが総合商社かなというふうに思いますので、えっと、ぜひ総合商社引き続き興味を持っていただければと思いますあともう一つ もう1点が皆さんもおっしゃってましたけれども就職活動を単一で捉えるんじゃなくて自分の人生ってどういうふうにありたいんだっけっていうその大きなところからこの大きなことを考えるための一つのツールとして就職活動を使っていただければあのいい人生に向かって歩いていけるんじゃないかなというふうに思いますし僕自身もそういうふうなことを大切にして就職活動をやってましたので是非いい時間にしてください。今日はあありりががととううごござざいいままししたた 最後ユーザーザさんお願いいししまます、はいえー、今日はありがとうございました、えっと、僕自身もですねこのいらっしゃる他の方々の話を聞いてはやっぱり総合商社っていろんなことができて面白いなというふうに改めて思いました。で是非就職活動をするにあたってはですねこれいろんなあの機会でもあのしてるんですけれどもまず総合商社ももちろんそうなんですけれどもあの新卒での,その就職活動って一生に一回でやっぱりいろんな企業の方が一生懸命、まあ、今日みたいな形であの話を聞ける。 貴重な機会だと思いますのであの業界ですとか企業あの関心の今時点での興味の有無関係なしにですねほんといろんな業種とか企業の方にあの話を聞いてですねぜひあのいい会社っていうよりは自分に合う会社ってどういうと合う業界ですとか企業とか働き方ってどういうものなのかなっていうこう自分に合うところがどこなのかっていうのをぜひあのいろんな方に会って話を聞いて感じ取ってもらえればというふうに思います頑張ってください今日あありりががととううごござざいいままししたた 改めて6社の皆さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。あり,したありがとうございました。それではまた次のセッションでお会いしましょう。さようなら。